はい、どうもこんにちは、特殊パフォーマンススクールの学長のロボットのぞみです。まず今回のプロパフォーマーになるためにはという形なんですけど、プロパフォーマーになるためには、まず必要なものは、パフォーマーのその30分のショー、そして、ホームページですね。ホームページがないとやっぱり問い合わせとかなかったりとかするので、ホームページは絶対に必要です。そして、まあ、挨拶、まあ、その会った時の名刺も必要ですし、あとは動画ですね。動画はパフォーマンスって結構説明をしたら伝わりにくかったりとかするので、必ず動画が必要になってきます。あとは資料ですね。例えば写真とか、パフォーマンスをしている写真と自分のその道具を持っていたりとか、そういう写真が絶対に必要になってきます。で、絶対にやってはいけないことなんですけれども、例えばお仕事をくださる方と出会った時に、お仕事をよろしくお願いします、じゃあそういう資料とかなんかお願いしますって言った時に、そういうものを全く一切持っていない、これはパフォーマンスをする人としてもうこれアウトです、罰です。なので、まあ、絶対にその資料をもう最初にもうすでに持っていってからのスタートラインですね。その前段階で、まあ、いろんなジャグリングとかマジックとかダンスとかいろんな技術とか、そういうものはやっぱり学ぶ期間っていうのは絶対に必要なので、それを学ぶのではだいたい 2,3 年は絶対に必要になってきます。ただなんとなく作ればいいってもんじゃないんですよ。ちゃんとその各いろんなところに合わせたそういう資料のデザインのやり方とか、どこに提案をするかによっての動画作りのやり方とか見せ方とか全部違ってくるので、そこら辺はまた特殊パフォーマンススクールの学長の学校の方で、教えることができますので、ぜひぜひ資料請求の方をよろしくお願いいたします。そしてこちらのチャンネル登録者もよろしくお願いします。それではありがとうございました。特殊パフォーマンススクール、エンターテイナースクール学長のロボットのぞみでした。バイバイ。